藤村です。はい、かのきです。たけです。はい、よろしくです。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。突然ですが、はい、第1回業界用語クイズ。突然だね。本当だね。もう皆さん YouTube 始めて何年ですか？僕たちが2年ちょっと半なってないかな。半さんも1年ぐらいやってますよね。 YouTuber も言うて映像業界の一員だと思うので、皆さんそろそろ業界用語にも詳しくなってきたんじゃないかなっていうところでね。ああ、俺知ってますよ。はい、あれでしょ、ギロッポンでスーシーでしょ、古いシースー、そういうことですよ。僕じゃまあそっちの業界が長いもので、僕は今回は出題者となりまして、僕は問題を出します。それはもう早回しです。早押し形式で何問か出します。そして最高得点を取った方にはなんと益子さんからご褒美がございます。俺かな？俺はなんか死守しなきゃいけないの。そう、知ってるって豪語してたしな。確かに。じゃあご褒美、ギロッポンでなんか安いご飯を奢ってあげる。ギロッポンの相場からしてってことですよね。うん、普通に1000円ぐらい。ギロッポンの富士そばでこう言うとめっちゃいい。まあなんでも夕ご飯は盛りますよっていう感じです。ということでちょっと皆さんにね、 YouTube 業界でも使うであろうちょっと業界用語を僕の方からちょっと出していくので、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。じゃあ頑張っていきましょうよ。いきますよ。皆さんいいですか？それでは第1問。デレン。デレン。バミる。バミる。たけさん、なんか聞いたことある。これ当てに行くわ。なんかシール貼って立ち位置とかをなんだ決めておくみたいなやつ。バミっとみたいみたいな。正解。3ポイント。そうですね。俺もね、撮影現場行ったことあるんですよ。キューレンジャー、仮面ライダー、バミってるバミってる。キューレンジャーいたの？キューレンジャーいたの。そうそう、まあ出演者とか、あとはその小道具だったり大道具だったり、ここに目印を決めておくんですね。まあそれテープ貼ったりして、そうさっき言ってくれたようにバミバミっといたり、それバミっとけとかね言いますね。これね、早押し苦手だわ。一回ねこう。咀嚼しようとするんだね。俺だって演劇部だよ、知ってんに決まってんじゃん。そっか。うん、これも早押しですよ。次これスピード勝負だぞ。どうなるかな。じゃあいきます。第2問。ででん。下手。益子さん。吉村由美さんがいる方。ごめんなさい、向かって左手です。正解。向かって左手。そうです。画面で見た時の左側、舞台を見た時の左側ですね。自分が舞台に立ってる時は自分の右手側が下手になりますね。はい。どっちもやってるとよく分かんなくなる。分かんなくないですね。スタッフ側でと出演者側でちょっと前後しちゃうっていうね。パフィーの例えは分かんねえだろ。パフィーが好きな人にしか分からない。分かんない。基本的には上手の方が偉いんだよね。まあそうですね。だから俺が一番下なのいつも。神座ってやつですね。ということで1ポイント1ポイント。パスタまだ0ポイントですね。じゃあ門地さんに当ててもらいたい。お、第3問目。てれん。消え物。はい、門地さん。食べ物。正解。おお、さすが。その通りですね。食べちゃうとなくなっちゃう、消えてなくなっちゃうので、まあ消え物、まあ食べ物だけじゃなくても、まあまあ一回使ったら壊れちゃったりするってもの、まあ消え物って言ったりしますけど、まあ食べ物でね言うことは多いですよね。正解。これ並びましたね。おお、すげえすげえ。白熱してますね。第4問。てるん。バーター。ピンポーン。はい、益子さん。なんていうの、もうギャランティーが高い人のこう。でこうセット売りで来るこの人。ああ、まあ正解ですね。そう、例えばまあウームさんに仕事発注するとなったら、ヒカキンさんを番組を出したい、ヒカキンさん出てください。それはいいですけど、だったら代わりに成長バラの益子も出してくださいみたいな。そう、ドラマの主役が例えばこの事務所の人だったら、ちょっとちょい役でもいいから同じ事務所の若手売り出したいから入れてくださいよみたいな、まあその抱き合わせですね。出演交渉を行うような時はバーターでやる。だからその代わりに別のサービスをつけて受け取るのが面白い。面白いね、魚介。おいしょー。リンクされちゃう。2ポイントでご飯おごりたくねえからな。やばいやばい。211ですね。おおおお。次5問目ですね。5問目。てるん。うちとら。うちとら？うちとら？ねえ、全然ピンとこないぞ。これ間違えたらどうなるの？その問題、その問題はもう回答権がないです。はい、オッケーオッケー。うちとら。何かと何かの単語が2つくっついておりますね。まずトラから考えたらもしかしたらいいかもしれないね。うちとら。じゃあトラの部分のヒント。はい。EX って書きます。EX と書きますね。トラの部分は。それがうちです。わかった、ピンポン。やばい。はい、マシコさん。スタッフとか内部のエキストラ。正解。よっしゃー。そのトラか。そうですね、トラはもちろんエキストラですね。予算の都合上とか、あとちょっとしたシーンでエキストラ呼んでないよっていうので、まあ身内のねスタッフがエキストラとかやることがあります。どうだこれ、なんとなく分かった。これすごいですね。よっしゃー。あしこさんリードですね。やばいよやばいよ。311。やばい、2点差でか。クイズをなめんない一応。確かに問題まだ続きます。第6問。でるでん。バレる。はいはいはい。川田さん。解散。おお、正解。おお、すげえ。すごい。すげえな、お前。よくバラスって使ってたからな。おお。バレスはあれ片付けるのかな。まあそうだよね。バレるがまあ解散とかまあ片付けるとかまあいろんな意味がありますけど、まあ素晴らしいっていうことで解散。正解。なるほど。425だ。425です。なるほどなるほど。ほう。まだチャンスある。チャンスある。もう教頭みたいな。まだ最終問題じゃないね。まだあんの。オッケー、楽しいぞこれ。第7問。ででん。見切れ。はい。辛さやったな。ここら辺で切れちゃうこと。ピンポーン。もうちょいくだけ。画面に映ってないことちゃんと。正解。まあどっちの意味もあるんですけど、まあ例えば映像で言うと画角にちょっと入っちゃって余計なものが映ってるように、それ見切れてるから、それなんか見切れてる外してとか、まあ益子さんちで言うとそのスニーカーの箱見切れてるからバラしてとか、逆もありますね。映ってないから入れてる、それ見切れちゃってるから入れてっていうこともありますけど、どちらかといえば全社で使うことのが多いような気がしております。はい、ということでクリアさん正解ですね。いよいよ最終問題でございます。よっしゃー。ここでポイントのおさらいをします。益子さん3ポイント、田口さん3ポイント、武さん1ポイント。最終問題1億点でございます。おいじゃねえよ、おいじゃねえよ。おいおいおい、やった意味。これお約束でしょ。ここまでがね。ここまでがセットでございます。では最終問題いきます。はい。最終問題。でれん。カンパケ。はい。たけさん、まず完全パッケージの略で、もうこっちでカチカチに作った方をまあ納品したりする、まあその納品物のことですね。正解。1億1ポイント優勝。すげえ。いや、押してから考えればいいんだな。いや。ということで第1回業界用語クイズは。益子さん3ポイント、加藤さん3ポイント、たけさん1億1ポイントでたけさんの優勝でした。最初と最後通るだけで優勝したよ。じゃあ負けたうちらちょっとバビっとこうぜ。バビっとじゃない、バラしてよろしくお願いします。バラしとこうぜ。じゃあバラしてギロッポンで寿司だ。ということで以上、セショバランでした。またねー。